コーリー・エドワード・オズワルトは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の、プロ野球選手、ウト右ミギウチ。MLB のニューヨーク・メッツ所属。愛称はオズ。2012年の MLB ドラフト7巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、6月17日に契約。契約後、参加のアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポート・メッツで、プロデビュー。 9試合に登板して4勝3敗、防御率8.15,20奪三振を記録した。2013年は、ルーキー級、キングスポートで3試合の登板にとどまった。2014年は、A-9 ブルックリンサイクロンズでプレーし、12試合に登板して6勝2敗、防御率2.26、59奪三振を記録した。2015年は、A 級、 サバンナ・サンドナッツでプレイし、23試合に先発登板して11勝5敗、防御率3.36、99奪三振を記録した。2016年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・メッツと A 級セントルーシー・メッツでプレイ。A 級セントルーシーでは14試合に登板して4勝2敗、防御率4.12、68奪三振を記録した。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2017年は AA 級ビンガムトンランブルポニーズでプレーし、24試合に先発登板して12勝5敗、防御率2.28、119奪三振を記録した。オフの11月20日にルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2018年は開幕を トリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズで迎えたが、4月10日にメジャーへ初昇格した。しかし、ザック・ウィーラーを昇格させるため、登板機会のないまま4月11日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。4月21日にメジャーへ再昇格し、4月25日のセントルイスカージナルス戦でメジャーデビュー、4.2回を投げに安打に失点4打三振だった。 4月27日にトリプル A 級ラスベガスへ降格。5月8日にメジャーへ再昇格するも、登板機会のないまま5月15日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。6月29日に再昇格したが、同日のマイアミマーリンズ戦では2.2回を6、アンダ6失点に死球と抑えられず、メジャー初黒星を起死した。7月20日にトリプル A 級ラスベガスへ降格。 7月23日に再びメジャーへ昇格し、7月25日のサンディエゴパドレス戦ではメジャー初勝利を挙げたが、27日にトリプル A 級ラスベガスへ降格した。8月3日に再昇格した。この年メジャーでは17試合に登板して3勝3敗、防御率5.85、45奪三振を記録した。2019年は2試合の登板にとどまった。 2020年は4試合の当番にとどまった。2021年2月10日にアルバート・アルモーラ・ジュニアの加入に伴って DF となり、16日にマイナー契約でトリプル a 級シラキュースメッツへ配属された。シーズン開幕後、6月23日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。ありがとうございます。